正確に大回復使えるかな。よし、ちょっと攻め立ててもらおうか。そっちに行ったか。義に背くなら義に滅ぶ。兄上、覚悟。はは。おうちの旦那だよ。私を侮ると痛い目に遭うよ。ちょっと倒すまい。うわ、自慢の計略だ。出るよ。安くしとくよ。卑怯な、かくなれば武を持って制す。バカ野郎、決めますよ。止めろ。うわ、落ち着いて陣を立て直せ。あー、すげえだろ。いた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 。やれやれやれ。回復下がった、バカ野郎。はい、オッケー。やるだけやったのだ。悔いはない。正面にしようかな。回復ねえな。3つ溜まってないな、ゲージ。近づくとやー撃たれる。三方向か。やべ、もう溜め始めてる。来た。うぅ、いっちゃん頼むよ。うぅガド、よーい、突撃。で、そのままちょっと突撃して後ろのアイテム取らないと。待てよ信長。次はこいつの冠取ったよな。勝ち取ったよ。よし、いいぞ。ナイスナイス。派手に行かせてもらう。
いかな。手加減はしない。これでまひらせて。なんとかせねば。なんとか。めっちゃ弱いからな。オッケーオッケーオッケー。二度とは勝てない顔ね。どうだ。なんと芝居のプロは。よーし。なぜだ、なぜわしが負けるのだ。ポイントはどうかな。スキルポイントどうかな。勝利をつかんだ皆の者、よくやってくれた。ベクトルー。ちょっと時間かかったな。どうかな評価は。よし、22名信長ノートに名前を書かれました。おー、やっぱ足りないよな。バテッポー対価。信長は姉川の決戦に勝った。しかし浅井朝倉はなお強大で、この後も信長を苦しめることになる。世間では貴様を織田の白鷹と称賛しているそうだな。白き獣は吉兆と言われまするが、目立ちすぎるゆえ群れに入れてもらえぬと。貴様はもう織田の人間だ。光秀、昔貴様に会ったことがある。確か貴重の森役だった。なぜ美濃を追われた。言わねばなりませんか。美濃を出た時全てを捨てました。楽しき思いも悲しき思いも。余計な詮索だった。よい、俺は過去など気にしない。信長様。なんだ。この本能寺、防御が少々手薄かと。この光秀めに。実は貴重にも同じことを言われてな。やむを得ず回収することにした。貴重様。ほう、それはよろしゅうございました。